エリオットネス・エリオットネスはアメリカ合衆国財務省の種類取締局の捜査官。シカゴで巨大な勢力となっていたアルカポネの犯罪組織を壊滅するため特別捜査班の結成を提言。特別捜査班が組織されるとリーダーとなりアルカポネ逮捕に貢献したと言われている。自伝アンタッチャブルはベストセラーとなり、 同名のテレビドラマが制作されて一大ブームを巻き起こした。両親はノルウェー移民のピーターとエマ。ネスケはパン屋を経営しており、暮らしは裕福ではなかったが、貧しくもなかった。シカゴ大学で法律、商業を学んで、会社の信用調査をしていたが大学に戻って、犯罪学の修士を取り成績優秀で卒業。テニスが趣味だった。1926年、 捜査局に勤める議系のアレクサンドル・ジェイ・ミーから警察関係の仕事に就くよう勧められたため、1927年に財務省種類取締局に入局。ハーバート・フーバーは大統領就任後、財務長官、アンドリュー・メロンに対しギャングのアルカポネを摘発するよう、言明した。連邦政府はこれについて、二方向からのアプローチを試みた。すなわち、 所得税の脱税と、ボルステッド法違反である。ネスは、後者具体的には、カポネの酒の密造と違法流通に関する特別、捜査班の編成、統括を任された。目的は、カポネの酒の密造と違法流通を摘発し、カポネの収入源を立つことだった。シカゴ役人ならではの後期の緩みの中で、ネスは、種類取締局の全職員の記録を調べ、 信頼に足るチームを作った。当初は50名あったものが、後に15名、最後には11名に得りすぐられた。違法な上流種製造所や醸造所への手入れが、直ちに開始された。6ヶ月のうちに、価値にして100万ドル相当の醸造所を摘発したと、ネスは主張した。手入れにあたり、主に情報源となったのは広範囲にわたる、電話盗聴だった。 ネスの部下を買収しようとしたカポネの試みはネスに阻まれた上公にされメディアは彼らにアンタッチャブルというあだ名をつけるに至ったネスは何度か命を狙われ彼の親友が一人命を落としているなおカポネとの戦いについてはあくまで彼の自伝に基づくもので裏付けがあるわけではない自伝ではネスの妥協内捜査はカポネを慌てさせたと語られている これについては、カポネ側の記録にネスの名前は出てこないと会議的な意見もあり、一方でネスの功績を過小評価すべきではないと擁護する意見もある。裁判で本命となったのはフランク・ウィルスニやエルマエリーラの脱税捜査チームの方だった。1931年の連邦大陪審でカポネは22件の脱税、5000件のボル、ステッド法違反で告発されると、 同年10月17日、脱税証拠22件のうちの5件によって、懲役11年刑が宣告され、翌年収監された。ネスの集めた5000件の証拠は、最終的にすべて却下され、罪状に無関係だった。ネスの旺盛な摘発行為は、極秘裏に進められた、脱税捜査を気づかれないためのおとりだったと言われた。なお、脱税の決定的証拠となった。 組織の売上金明細をウィルスンにリークしたカポネ組織のエドワード・ジェイ・オヘアは後年カポネを継いだシカゴ・ギャングに暗殺された。カポネ逮捕後は FBI の採用を待ったがネスの夢はジョン・エドガー・フーバー長官に阻まれる。元上司でシカゴ連邦検事のジョージ・ EQ ・ジョンソンに推薦状を書いてもらうがネスもジョンソンもフーバーに嫌われていた。 FBI が捕まえられなかったカポネを捕まえたネスたちにフーバーが嫉妬していたことも不採用の理由と言われている。その後はシカゴ及びオハイオ種類取締局の主席捜査官を歴任し、禁止法廃止後の1935年12月12日にはクリーブランド地方政府の公共治安本部長に就任した。クリーブランド氏はアルカポネを任した立役者と懸念し、 新聞の見出しにもなる。当時のクリーブランドは、ギャングスター天国だった。ナイトクラブや、賭博場の手入れを演出し、再び人気者になり、警察や、消防の汚職一層を人頭指揮したが、当時発生していた、キングズベリーランの盗殺者と呼ばれる悪名高き、連続猟奇殺人事件を解決できず、そのことになると記者からの質問をはぐらかした。 この事件は引退後も捜査し続けていた。また、犯行を事前に防ぐという名目で治安が悪く、ホームレスなどが居住している一帯を焼き払っている。1938年には妻のエドナと離婚し、彼の評価は下落した。1938年後半、エバリン、マカンドールズとケンタッキー州のグリーンアップで極秘に結婚式を挙げた。 1942年に飲酒運転で当て逃げ事故を起こし治安本部長職を辞任。ワシントン DC へ移って連邦政府で働いた後、1944年に公職を辞して民間警備会社の会長職に就く。1946年1月31日、ベティ・エリザベス・アンダースンと結婚する。ネスは3回目の結婚。息子を一人、養子に迎えた。 1947年に、クリーブランド市長に立候補し出馬するが、民主党候補の現職のトーマス・エーバークの3倍の選挙資金を集めながら、ネスの2倍、近い票を集めたバークに惨敗する。1951年、警備会社の会長職を解任されると、電気部品のセールスマンや本屋の店員などを転々としながら、地元の酒場に入り浸り、借金生活を送ったが、 1953年、特殊紙材メーカーの職を得て、収入を取り戻すと再び酒場に入り浸った。酒場では、好んで密輸取り締まり、時代の武勇伝を地元の客に語って聞かせたという。1956年、当時、UPI 通信のスポーツライターだった、オスカー・フレイリーに仕事関係の友人を通じて、知り合い、武勇伝を披露する。興味を持ったフレイリーが、 カポネを追い詰めた話を本にしてはどうかと進めたところ、ネスはあなたが書いてくれないかと応じた。次元の題名はザ・アンチューチャブルズに決まり、ネスへのインタビューと彼が保管していた資料に基づき、フレーリーが執筆した。1957年、この本が出版される直前にネスは心臓発作で亡くなった。遺体はクリーブランドのレイクビュー墓地に埋葬された。 ネスの残した負債はアンタッチャブルの印税により返済されたという。ありがとうございます。